妊娠中に母親から子供へ感染する母子感染症。長女が感染症になった渡辺智美さんは、病気について広く知ってもらい、予防の大切さを呼びかけようと、患者の会を設立しました。できれば食べたくないみたいな顔をします。渡辺さんの長女は先天性トキソプラズマ感染症で生まれました。右半身に少し麻痺があり、医者からは将来発達障害が起こるかもしれないと言われました。感染が判明したのは妊娠9ヶ月ごろ。エコー画像で脳に異常が見つかり検査したところ、母子感染によるトキソプラズマ症と判明。その後、原因は渡辺さんが妊娠中に食べたユッケだったと推測されました。知識のないかったということも問題なんですけれども、そうやって生っぽいお肉を自分で好んで食べたということが原因なことを知って、はい、自分のことをやっぱりそんないう行動を呪うというか後悔しました。生肉や猫に寄生する原虫から感染するトキソプラズマ症。どうして病気について知ることができなかったのか。妊娠中の記憶をたどっても医師から注意を受けたり検査を勧められたりしたことはありませんでした。食生活の指導っていうのは体重管理に関してしか言われなかったので、何がいいとか何がダメとかも特に指導はされてないです。冊子にでも書いてあれば母子手帳に一言書いてあるとか、そういう情報を得る機会が少しでもあれば注意できたんじゃないかなと思うので、なんかそういう情報源に合うことができなかったのがすごい悔やまれます。予防体制が不十分だと感じた渡辺さんは、国や自治体に手紙を書いたり、町で演説していた議員に現状を訴えたりと一人で活動を始めました。その過程で同じ母子感染症であるサイトメガロウイルス感染症の子を持つ母親と知り合い、去年9月患者の会、トーチの会を立ち上げました。他の病気と全く違う点は、その原因が母親であるってことがはっきりしていること。誰のせいでもなく自分が子供にそういう病気を与えてしまったっていうことがもう自分でも分かるので、はっきりとしているので、呪う相手というか恨む相手が自分しかいないんですよね。本当に一番母親が苦しみ抜く病気だと思います。渡辺さんは今年1月、医師でもある国会議員のもとを訪れ現状を訴えました。現場というか患者そのものの声をやっぱり常に伝えていくことが大事だと思いますので、定期的にそういった勉強会をぜひ先生に主催していただいて、ご意見交換をずっとしていきたいですけれども、そういう場をぜひ作っていただけたらと思って。また会では注意を呼びかける冊子を作り病院に配る活動もしています。はい、わかりました。じゃあ置かせていただきますので。妊娠中はですね、お母さんがどうしても免疫がね落ちるわけです。でそうするとやはりお子さんへの影響が非常に大きくてですね、特にお子さんが感染症にかかるということがあります。まあ、そういう意味でお母さんが日頃からですね、この母子感染について、気をつけていただきたいことがやはりいくつかありますので、まあ、そういうことをまず最初に知っていただくということが非常に大事じゃないかなというふうに考えています。知識さえあれば自分で身を守れる。渡辺さんは誰もが病気を知っていてきちんと予防できる世の中になることを目指しています。まあ、一番はやっぱり娘に感染させてしまった後悔が一番あって、ただその後悔をするだけではとても非生産的な行動なので、それを生かすっていうことを考えると、
私たちの経験を知ることで予防したいと思ってくれる妊婦さんが増えることが一番悲しい、私たちの経験を生かせることだと思うので、まあ悲しい思いがあるからこそ行動しています。同じ思いをする人が本当に増えないってことが私たちが一番救われることです。